今日は神に喜ばれる生活、キリストの福音にふさわしい生活についてご一緒にフィリピの信徒への手紙1章27節から30節を通して学ばせていただきたいと思います。私たちの日常生活には様々なことが起こりますけれども、最終的には神様はそれらすべてを益としてくださいます。私たちは信仰によって天に国籍を持つものとなりました。この地上の毎日の中では神の恵みをいただき、やがて天の御国で神と共に過ごすことのできる恵みの約束をいただきました。だからこそ私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですと21節に書かれてあるように言うことができるのです。これほどまでに豊かな恵みと喜びの中に生かされているものとして、私たちはキリストの福音にふさわしい生活、神に喜ばれる生活をするものでありたいと願います。今日は神に喜ばれる生活とはどのようなものであるかを3つの点からご一緒に学んでまいりたいと思います。それは第一に、神の国の住民として生きるということです。私たちは天国に国籍を持っております。キリストのために生きるものとなりました。当時フィリピはローマ帝国の支配下にあった町ですけれども、ローマの市民権を持っているということは大変大きな特権を伴うものでありました。その姿に重ねて、天国の国籍を持っている者、市民権を持っている者はどれほど大きな特権と誇りを持つことができるのかということを私たちは思い起こしたいと思うのです。神の国の住民とされたことの大きな恵みを心から感謝し、誇りを持ってキリストのために生きるようにと勧められております。そして天国の国籍は私たちに特権とともに責任をももたらします。私たちを愛し、その御国の国籍を与えてくださったイエス・キリストは、このためにご自身の命を捧げてくださいました。キリストが代価を払って罪の支配の中にいた私たちを贖い出し、神の支配にある天の国の住民としてくださったので、私たちもこの救い主のために生きるものとなります。神の国の住民の責任は、いつも私たちを救ってくださったイエス・キリストのために生きることです。第二は、信仰に固く立ち心を合わせて生きるということです。私たちの信仰生活の土台はイエス・キリストにあります。イエス・キリストを主と告白したところから私たちの信仰生活は始まりました。告白した時で終わりではありません。その時に出発して、私たちはイエス様の御顔をいつも仰いで生きるものとなったのです。実際に信仰を続けていく中で、私たちは苦しいことも経験をいたします。テモテへの手紙の2、3章12節には、キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けますとまで書かれています。信仰に反対する人々からの迫害を受けたり、間違った教えで混乱に陥ることも起こってまいります。しかしキリストによって救われたその信仰を揺るがずに保ち、恵みによって強くされていきたいと思います。教会は同じ信仰に導かれていても、それまで全く違った歩みをしてきた人々が集まっているところです。意見の相違が起こって当然のところです。しかしそれを対立問題とするのではなく、お互いが救われた信仰に固く立って、お互いを支え、心を一つにしていくときに信仰の素晴らしさが明かしされます。多様性の中にも心を合わせることができるように祈り合って生活をしたいと思います。
キリストの福音にふさわしい生活、それは信仰を固く保ち、心を合わせて生きる生き方です。そして第3に、それはまたキリストのための苦しみを恵みとして受け取る生活でもあります。キリストのための苦しみがあります。パウロはイエス・キリストを信じ、主のために生きるものとなったために、たくさんの苦しみを受けました。コリントの信徒への手紙の2、11章23節で、その苦しみを次のように語っています。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較にできないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。この世と妥協すれば、受けることのなかった迫害、苦痛、不利益の数々がありました。旧約聖書にダニエル書というのがありますが、ダニエルの3人の友人たちは、王の作った偶像を拝む安全ではなく、王に逆らってでも誠の神に仕え続けることを選びました。そのために激しく燃える炉の中に投げ込まれたとあります。信仰のゆえの苦しみ、それはただ単に人間的な苦しみだけではありません。パウロはそれを恵みとして受け取っていました。なぜならその苦しみはキリストの十字架の恵みの大きさをより一層はっきりと示し、確信させてくれるものとなったからです。ダニエルの3人の友人たちは炎の中に投げ込まれましたけれども、その炎の中を自由に何の害も受けずに動いていた、歩いていたと記されています。不思議な出来事が起こっているその炉の中を覗いた王の目には、もう一人の存在が映りました。苦しみの中で共にいてくださる方があります。燃え盛る炉の中にいるような時にも、共に歩んでくださる方がおられます。イエス・キリストはいつも私たちと共にいてくださるので、私たちは苦しみを恐れる必要がないだけでなく、その苦しみの経験はキリストの恵みにより一層私たちを近づけるものとなります。神の国の住民は、苦しみさえも恵みとして受け取ることのできる生き方をするものです。そしてその苦しみは決して無駄になることはなく、恵みに変えられます。コリントの信徒への手紙1の15章58節。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。キリストの福音にふさわしい生活、神に喜ばれる生活とは、神の国の住民として生きること、信仰に固く立ち、心を合わせて生きること、キリストのための苦しみを恵みとして受け止めて生きることであると、この聖書の箇所は私たちに教えてくれます。今週の歩みも、キリストの福音にふさわしい生活でありますように、神様に喜ばれる毎日を過ごすことができますように、お互いに祈りつつ進んでまいりましょう。